もう一回って。耐熱チューブってのは大事だから覚えとけよ。これはな、しっかりな、電気から守ってくれるの。わかる？わかるけどなんで？もう絶縁状態にしてくれんのよ。そんな必要？必要だよ。俺よくわかんないからな。詳しくないから。じゃあ電気がさ、仮にビリビリって来てみよ。何もガードされてない。じゃあ金属触っててさ。それ困るね。でしょ？どの部分？この部分。あ、その黒いやつ。今ね、ちょっとね、自作で、二股っていうのかな、三つ股。二股良くないんじゃねえか。バカ野郎。瓶じゃねえよ。今ね、それ作ってんだ。二股作ってんの。そう、二股、三つ股っつった方がいいのかな。もう作っててさ、大事だからね。そんな増やしちゃダメだよ。何わけわからんこと言ってんの。ぶっ飛ばすぞ。やってそうだもん、なんかすごい。って言うだろ。ユタさんね、そういうね、バカみたいなことはしてないですよ。ユタさん紳士だからさ。わかる？紳士。紳士ってことわかる？変態紳士じゃないんだよ。変態紳士じゃないの？むっつり紳士か。むっつりでもないんだけどさ。ごめんね、今ちょっとニッパーないからさ。ギタギタになっちゃうんだけど。綺麗にやってほしいなぁ。か、生意気やがっておめぇ。で、あれ、早速本日は何をするんですか？今から ETC 取り付けまーす。はい、じゃあ ETC をどこ？車の中を行っちゃった。見てきて。しょうがないな。車の中行こうか。どれだ。これパナソニックだよね。そうです。で、2011年製、うん、だったはずらしい。使えるかは不明。今現状こんな感じ。顔映ってないよ。手元だけ。今日は手元だけ。途中で映るかもしれない。ちょっとね、今日はね、何度あったの？302度ぐらいっぺ。あ、今日は暑い。俺も暑いよ。あのね、炎天下の中直射日光でさ。なんで今日やろうと言い出したんや。そもそも暇だから。一番の理由は暇すぎる。パチンコ行ってればいいじゃない。パチンコ、そんなんね、そげなことやるぐらいやったらでね、人の最近行ってないの。もう最近行ってない。もう飽きた。だいぶ飽きてきた。面白い台がね、そんなにない、うん、あの、ほぼ引退近いよね。俺もちょっとパチンコ引退して純金積み立てやってみて。真面目に株やりなさい。株リスクがなくて、なんか利益当てるものをやりたい。そんなんなくない？あるかもしれない。そっか、どっかしら。株もずっと待ってればマイナスになることないか。だって自分の好きなタイミングで売れるんでしょ。そうそう、いや、暴落した時点でアウトだよね。ずっと待ってればいいじゃん。ずっと持ってる状態でずっと待ってて上がったところで。そうなるとね、ダメなんて。ダメなの？なんか、うん、なんかそんなんじゃない。あまりにも、ほら、あれだと逆にマイナスになっちゃうよね。マジかよ。うん、逆にね。こんな手元として楽しい。なんか喋って、なんか喋ってって言われて、じゃあ いや、これ一回止めましょうか。つな、うん、げっから動画。そうっすね。それもう大丈夫なの？うん。これどうやって外したっけ？外れちゃった。え？どうやって外したか忘れちゃった。それを外したか？あ、すまん。取っちゃったな。取れるような気がするけど。え？取れるやつだと思う。後で。危ねえから置いておく。嘘。僕引っかかってんじゃね？うん、配線ちぎっちゃいだよ。いやー、なんでこんな直射日光上がらないといけんだろう。汗だくね、汗だく。いいらしくだよ。それもそうだ。
上当たってんじゃん。そうだからね、メーターのところに。そうそう、だから、ね、考えてんの。これどうやって下が、下の部分に配線が噛んじゃってんだべよ。まあね。いや、取れそう、取れそう。いや、あって。なんて言うんだっけ、とさ。設定が完了されてないんじゃない？壊れちゃうよ。鳴る？うん。ピー。ん？え？鳴んなくない？ビキシ。鳴るよ。遅っ。遅すぎだろ。しょうがない。じゃあカード刺してあげない。カード今ないです。あのさっき刺したあの会員カードを刺したわけだよ。いやミキの言うのカードかよ。さあとりあえず家戻っか。そうやな、疲れた。これ完成です。ああ。